はい、じゃあ次回ね、43ページまでの範囲で小テストあるから忘れんなよ。高橋、忘れんなよ。はい。田渕先生。はいはい。ゆいもゆいも、ゆいも。どうしたみんな揃って。みんな、先生に質問があって来ました。質問？ね。あの、わかりやすい授業に？いや、わかりづらいからみんな点数悪いんだろ。おい、なんで俺のせいなんだよ。先生って彼女いるんですか？ちょっと…マリちゃん先生と付き合わないんですか？マリちゃん先生じゃなくて、ちゃんと石井先生って言いなさい。でも本当に質問があってきたね。あんまプライベート詮索しないでください。先生の今日の靴下って紫ですか？靴下いじんのやめてね。その毎回いじんのやめて、靴下。何色ですか？こっちからこっちが紫派で、こっちからこっちが緑派です。なんでそんな。じゃあ今日はじゃーん、アライグマが懸垂してる柄でした。何それ面白くな。おい、笑って。もっと何それ面白くな。もっと笑って。いや、おもんな。ダメ。なんかさ、そこはさ、紫か緑でさ、やってほしかったよね。なんかさ、田淵先生ってそういうとこさ、滑るよね。外す。じゃあみんなのためにね、靴下履いてるわけじゃないですから。でも本当に聞きたいことっていうか悩みもあってね。アミ、どうした？ちょっとアミが本当に悩みがあって、ニユ泣かなくて大丈夫？大丈夫か？なんか今本当にすごく悩んでて、先生にどうしても聞きたくてね。ここで大丈夫か？私たち本当にどうすればいいか分かんなくてね。進路のことか。なんか悩んでて選べなくて。そうだな、難しい問題だもんな。でもな、焦ることはないよ。ちょっと泣いちゃって。もう悩みすぎて、みんなほら、田中くんなんかあんなひどいことになってるんですよ。田中、どうした？ケーキ持ってアヒルの着ぐるみ着て。先生、誕生日おめでとう。チョコレートケーキか生クリームのケーキか、みんな悩んで泣いちゃいました。アミ、名演技すぎる。おい、からかうんじゃん。はい、じゃあみんなからのプレゼントのコロコロです。マッサージのやつ。俺が肩痛いって言ってたから。先生が猫背だから。うわ、ありがとう。嬉しい、ありがとうな。みんな、みんなで選んでくれたの？ハンズに行きました。あとこれ、先生の写真とかみんなの写真とか切って貼ったりして、あと手紙とかも入ってるアルバムです。7組のみんなから。見ていい？見ていいに決まってんやんけ。7組最高。